本局一本馬、強卓一本あります。親はキム、ドラがハクです。あ、というわけでこれは上がり競争になるんですけど、ちょっとね、一回皆さん、あのサナガのハイパイを見るまでちょっと心の準備をしてほしいですね。はい、心の準備をね。はい、うん、まあ、あのドラはね、ハクってアナウンスさせていただいたんでね、うんうんうん、ドラはハク、うん、ドラハクですからね。それではサナガさんのハイパイまで3、2、1、どうぞ。ハクハクホーこれしかも仕掛けられやぬ。でもサナガはどうしますか。点差が1、3、でも親なんですよね。1、3、8、強卓1本は満案値も足りないですね。あ、満案をキムから直撃すると得。なるほど、うん、もしくはまあ跳ね満値でも、まあでもね、満案上がったら2着になるんで。そうですね、あの、はい、強卓が1本あるんで8000は9000で、1本まで9300入るんで195になる、あ、199になりますね。あ、じゃあ299か、ごめんなさい、なるんで立花は確実にまくれると。そうですね。じゃあやっぱりポンはしときますか。ポン、あ、ポンって、あ、ポンチポンチくさい、チーとか、あ、はい、泣けるハイは全部、う、ね、うん、立花はね、そう、しかもあのこれ、この曲はあのキムがトップ目で、うん、立花との点差が4000点以上あるので、うん、もう最終局確定してるんですよね。うん、まあキムがもしかしたら、まあ、上がった場合だけ続くんですけど、はい、流局した時は絶対キムは脳天にするので、うん、なので、まあ、なんかもう無理やり破裂も狙うほどの状況ではない気がしますね、真田が。まあ、自然に破裂もできる時は狙う、まあ、そうです。面前で転敗したら、リーチすると思うんですけど。うん、おー、キムはちょっと、ね、カメラに当たっちゃいましたね、誰かは。さあ、これでもどうしますか、なんか、うん、整ってますね、結構ね。染まった手とかがもし決まったりすれば上がる価値すごいありますもんね、うん、あ、そして立花イーシャン点。さあ、立花の条件が、え、点差が、5200点、5200点、はい、はい、で、強卓が1本、はい、1本馬と、はい、なので7等さんだと700、1300はちょっと足りないので、800、1600はまああんまり現実的じゃないので、まあ現実的なと1200ですね、はい、1200積もか、5200の出上がりかと。うん、さあって話をしてる間にね、真田もこれ3000、ちなみに一応ですけど3900の出上がりだと、はいはい、同点でキムと立花がトップになりますね。3900は4200、はい、で強卓が入るね、5200、キム、はいはいはい、キムと立花が同点と、あ、そうですね、そういうルートも一応ありますね。確かに、確かに。立花はなんか面ピンとかだとリーチしてね、裏位置みたいなことが、いや、まあリーチのみでもリーチだと思いますけどね。あの、なんかチーソー引いて3ワン引いてみたいなルートがもしできたらぐらいですか。うん、あの、たまたま面品になるみたいな。あ、これでもちょっと考えどころですね、はい、そうですね。外すパターンありますか、換算腕の受け。換算腕の受け外すパターンもありますね、うん、でもなんか結局打点はなんか変わらないので、うん、うん、さあ、そして真田はイーシャンテン、もうカンパーワンはもちろんウッパーピンとかもチーするんですかね、どうなんだろう。でも羽マン積もったらって話をしてる間にキムが、これテンパイですよ、ね、テンパイですね、チーピンウッパーマン、はい、これ難しいですね、リーチをするかどうか。なんかもうリーチすると流局した時にもう一曲あるじゃないですか確定しちゃいますね。そうなんですよ。で、まあダマ点にして、うん、まあ、2000点上がっても、まあ立花に次局の条件が苦しくなるんで、うん、うん、ということでダマ点にして、これ勘じゃないか、勘したら条件かなり軽くなる。確かにこれ完するともうほぼクリアですね、はい、さあ、これめちゃくちゃ嬉しいな、この完シンドラはチーソーです。さあ、これでも立花はテンパったら何でもリーチか。そうですね、はい、ハクはちょっと待ってください、ハクは完しないですね。あー、テンパった。いや、でも完あったんじゃないですか。ハクドラゴなんですよ。なるほど、やる人もいましたよね。でもこれカンパーワンでテンパイ、うん、え、これキムカンパーワンは
とりあえず上がりなんですが、これでもあのローマンとか引いてスチームパーマン切るとスチーマンとかの変化があるんで、うん、むしろこれキムリーチもありますよこれ。そうか、あの立花が打点クリアしてきてほぼ、クリアしちゃうんで、うん、立花に上がられたらもうほぼダメかと思えばじゃあ勝負リーチかと。いやあと立花が、まあ、リーチするしないか置いといてパーワン切って、はいはい、その上茶取りダブルないんでとかそういう意味合い、立花パーワン切りもあるし、あと、はいはいはい、角谷がねパーワン切ると今度キムだけしか上がれないしみたいな、はいはいはい、なんかいろんなルートありますね。そう、そして真田は、現状ハクドライオンなんで、うん、キムから直撃はトップ、積もるとハクツモドライオンでハネマンなんで積もも OK、 積もも OK、パーワンは残りキムがあんこなんで山に1枚残ってますね、うん、しかも形の変化もある。スーソーはドラが小さなんでつもぎですね。てかなんなら、うん、ウーワンローワンとかその辺引いたきたら3色あるんですよ。ほんとだ真田、ほんとだ、確かに手がありがある、はい、そうするともう出上がりでも出上がり1万2000円は足りないっすね。そうか、倍満ないのか、3色1、2、3、あ、これは変えず、はい、うん、そうですね、そうか、白3色ドライオンの1万2000円だと、うん、キム以外からの出上がりはちょっと足りずと、はい、はい、そうか。いやもうめちゃくちゃ熱いじゃないですかこれ、うん、いやさあ立花のリーチがいつ来るんだ。いや張らない。真田はウーマンキムの当たり牌のウーマン引いてきても3色があるんで9万切りますよねきっとね。うん、角谷もねチャンスはチャンスは急走がないのか目に見えて。でもあれか、別に真田はあ条件は一緒だから両面になった、両面になった、はい、確かにパーウーマン引いたら3色に取らないかもしれないですね、うん、パーマンの方が上がりやすい、うんうん、ただローマン引いたらもちろん自然の3色はあると。う、ね、うん、さあどうなる。キムは流局まで、うん、立花と真田の攻撃をかわし続けられるのか。あ、ウーマンだ、ウーマンだけどこれウーマン切ると宝珠だ、パーピンも切れる。サブローマンとウッパー6級ピンの比較ですね。あ、パーピンにしましたね、うん、やっぱりちょっとキムも怖いかな、うん、っていうのもちょっと込みかもしれないですね、うん、いやでも立花ウーマンかなり出ますね。キムがここでやめるとかもあるんですか。やめ、あ、これパーマンがある、パーマンの方が安全っすよ。だってそうでもないか、スッチーワンになるってことですよね。そうそうそう、たんだ打点が上がるんですよね。でもね、ウーワンもあるか、ウーワンはでもねちょっと上がり率が落ちるんで、まあローマンかパーマンだと思いますけど、これパーマン危ないっすよマジで。どうすんの、マジはマジで危ない。今何を考えて、もうやめますか、いっそ。あ、やめるもんね。でももう立花もうイージャンテンとか入ってますよこれ。でも伏せるから、いやーやっぱパーマンだよね、そうだよね、サラダからロンの声、なんとハクドライクス4、そうだよね、やっぱそうなっちゃうよね。8000は8300、キム激痛、激痛これ。さあというわけでなんと、トップは真田、2着が立花、3着がキム、4着が角谷となりましたか。ーうわー面白かった、パーマンチーピンだったのに。いや唯一ね、本当唯一パーマンが出る、あんなとこ引いてくるかねと、うん、だってウッパーワンチーピンですからね。そうなんですよ、いやこれは面白かったですね。ねえ、はい。麻雀すりアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしています。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。